はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。小川様、みゆき様、武蔵の親父様、のりお様、さとこ様、高田様、高島様、まさゆき様、永田様、みゆき様、平様、直国様、陽一様、鈴代様、正明様、みゆき様、まさお様、ご支援ありがとうございました。定期的に何度も何度も教えていただきまして、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金と、河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。文科省が全国の公立高校に通達、入試の際に外国人受験生を優遇しろ、例えば外国人合格枠を設けろ、問題に読み仮名を触れ、自社の持ち込みを認めるなど、文科省のですね、日本人差別がすごいものがありますね、これね。根拠なき理由なき礼遇を普通は差別って言うんですけど、理由なき優遇もそれの対象外の人への相対的な礼遇ってことになりますから差別ですよね。日本人差別がすげえな多いって、こんなんじゃ日本人の子供増えるわけねえよ、文科省この野郎。世論です。試験は万人に平等に行うべき。は？全く同じテスト受けろや。試験受ける前に日本語学んどけよ。外国で日本人に配慮してくれる高校とかあるのかよ。義務教育じゃないし、日本語なんて中学までやることだろう。そこまで配慮しなきゃダメな学力ならそもそも落ちるだろう。この通知出した官僚やめさせろ。個人的な思想で特別措置を支持するなんて職権乱用にも程があると。義務教育についてはですね、相互条約で、希望者は受けさせてやることが各国間で決まってます。アメリカにいる日本人がですね、アメリカ政府に義務教育受けたいっていう場合は受けさせて、もらえます。義務教育にどのぐらいかかるかっていうとですね、生徒1人当たり年間約日本だと70万円かかります。ですんで小学校6年間で、生徒1人当たり420万円税金が投入されている。アメリカでもまあ希望すれば、クルドは希望しないで義務教育、小学校中学校行かないで平日昼間からね、公園なんかにたむろしてる子供も多いらしいですけどね。高校は義務教育じゃないんだから、なんでそこまで外国人の面倒見なくちゃいけないんだ。日本人差別だよね、この通達ね。文科省の誰が出したか知らんけど、外国人生活保護みたいんですね。通達一本で何十年も日本を蝕むことになりそうですね、これね。外国人生活保護にもさ、法的根拠一切ないって、最高裁の判断出たじゃないですか。それにもかかわらず何十年もやられてて、あれもね、厚生省社会局長の一本の通達から始まったのかな。それを根拠に何十年も、外国人の生活保護してるってバカなこと言ってるんですけど、世界中どこもやってないね。この通達もですね、何十年も何十年も、日本を蝕むことになりそうですね。文科省はさすがですね、前川喜平貧困調査員がトップやってたようなとこですよね。日本を破壊することに余念がないな。特別枠を新設したら、そいつらよかね、優秀な日本人受験生がどかされるし、日本人が合格できる人数減っちゃうし、あとね、その枠に、満たってないから外国人だったら名前かければ合格、っていうですね、事態も起こりえますね。10人外国人合格させてなくちゃいけないんだけど、9人しか受験してねえから全員合格だわねえの、そんな話になりますよね。文科省これどうにかなんないもんすかね。いい加減にさ。辺野古基地妨害の70代女性のせいで40代警備員さんが溺死したことについて、荒垣義豊沖縄県議会議員、自民党、この事件の新聞の扱いが小さくて驚く。このままでは事故が起こると議会でずっと言ってたのに、対応せず放置していた県の安全管理体制について確認しますと。県は警告の看板を撤去するという
対策を取っておりました。抗議団体の圧力に屈してね、看板に抗議して、危険ですっていう看板ね、30人ぐらい の高齢者が県庁に座り込みしている写真、新聞記事だと思うんですけど、出てきました。屋外より楽に日当を稼げてよかったですね。日当たらないところで座ってれば、日当をもらえてよかったですね。危険ですよって看板に抗議っていうのもわけわからんですね。多分自分らの防衛妨害活動に邪魔ってことですかね。世論です。人災だな。撤去した責任問われるな。そりゃ県側は妨害側だもんな。亡くなった警備員本当にかわいそう。対応がぬるいから調子に乗る。活動家の軽犯罪をずっと放置し続けた結果がこれ。福島原発事故でも死亡者出なかったのに左翼のせいでこんな悲劇に。通報しても沖縄県警は検挙しないからやりたい放題。マジで活動家規制法を作るべき。迷惑な抗議集団さっさと排除しとけばなくなることなかったのに県警の怠慢だよ。反対派の頂点をデニーは責任を取れ。工事のせいでできるからむしろ事故起きてほしかったんだろう。議員がずっとですねこのままで事故が起きるって言ってたのに対策しなかった沖縄県と、国の工事なんで俺は知らねえだったかもしれないですけど現実に事故が起きてしまってだから言ったじゃないっていう状態ですよね。妨害側のリーダーがデニー、つまりデニーに怒られたくない沖縄県庁は妨害側ってことになりますね。30人が座り込みしてデニーが撤去しろって言えば撤去せざるを得ない。むしろ喜んでやった可能性すらありますね。辺野古工事を妨害するパヤの動画見ましたが小柄なおばあさんが徐行中のダンプやトラックの前に身を投げ出して数人の警備員さん、それを阻止するっていう動画でした。こんなのね沖縄県以外でやったら確実に刑法233条234条業務妨害罪で逮捕確実ですよ。これ営業っていうか仕事邪魔して金銭的な被害を与えてるのは泥棒と一緒ですね。民事の営業妨害でなくて、刑事の業務妨害で完全にいけるなっていう映像でした。これでも逮捕しねえんだ、へえへえって。業務妨害は警察や公務員に対する公務執行妨害の成立要件の暴行や脅迫よりも軽度のもので足りるとされている。公務執行妨害よりも、成立しやすい3年以下の懲役または罰金50万円かまたその両方、沖縄県警捕まえない。今までずっとですねこんなこと許してた沖縄県警の罪は重いですね。とうとう死亡者出ちゃってさ、俺の定年まで何事もなくっていうですね県警上層部の考えが優先されたんですけどね、ひどいもんですね。今後はこの妨害活動の逮捕取り締まり強化されるんじゃない。周りが危険だからってことでさこんな事故起きちゃったんだよさ。蓮舫候補が公約追加。民間事業者が進める明治神宮外苑の再開発について賛否を問う都民投票の実施を掲げた。投票？都民投票？武蔵野市の二の舞かーって、すぐ思いました。世論です。刺さらないな。どうせ思いつきでしょ。民間の私有地の事業に住民投票で口出すの？民有地の街路樹が争点とは斬新。あれはダメこれはダメとしか言わない。それって投票で否決されても強制力がないでしょう。民間事業になんで戸隠し出しすんだ。本気で止めたら訴えられて賠償コース。現状に文句言うだけで新しい何かは生み出せないと。記者がこんなん強行したら訴えられて賠償じゃないですかって質問した結果ですね、支持者界隈がですね陰謀だーって騒いでるみたいなんですけど、一体どこがどう陰謀なんだかさっぱりわかんないですね。やっぱりパヤとの会話は不可能な模様であります。連中は双子と目には話し合いでって言うけど、こちら側の日本はあいつら理解しないし、あいつらが使用する日本語も意味不明だしで、パヤが言う話し合いでっていうのはですね、俺らの言うこと聞けっていう意味なんで、取り合わない方がいいと思います。時間の無駄です。全く都民投票するってどうせ外国人住民も投票できるってするんでしょ。武蔵野市で失敗した外国人投票条例みたいなのを東京全体でやるじゃたまらんですね。蓮舫知事は阻止しないとね。
高橋早苗経済安保大臣、非公開の会合で総裁選出馬の意向と支持を要請、世論です。一番まとも、史上初の女性総理は高市さんか。前回出た人はみんな出るんじゃないの。石破は推薦人20人の確保ができてなくて正式に出馬表明はしていない。高市さんは保守団結の会と守る会で余裕で推薦に集まるんでないの。日本人のための政治を期待します。岸田の断念会見は七夕あたりかな。裏金とは無縁な無派閥の高市さんが総理になるべき。俺は史上最低、自民党史上最低支持率を見せてくれそうな河野を応援する全員。岸田も無理やり出そうという意見ありましたけど、現職総理がですね、総裁選に出て敗北したのは、50年近く前、1978年に福田赳夫が大平正芳に負けた以来、久しくないみたいであります。そんな生き恥。出て負けたら生き恥ですね、現職総理が。総裁選の前に、盛大に、最大にばらまくんだろうなぁ。自民党の中で分かってる議員って、どのぐらいですかね。和田も新藤も稲田もダメだったし、高市さん、杉田さん、小野田さん、青山さんぐらいしか確実な人いないんじゃないの。これ以外にも確実に分かってるって自民党議員、知ってたらコメントで教えてください。日頃は特別枠作ってでも女性の議員増やすってやかましいマスゴミなんですけど、高市さんに関しては選ばれれば初の女性総理っては言わない、きっと、注目されちゃうからね。高市さんが総理になったらマスゴミにとっては安倍政権に匹敵する辛く苦しい時代に逆戻りしそうだし、全力で妨害するんでしょうね。高市さんのだけ音声低くして聞き取りにくくするとか、高市さんのあの映像だけ、暗め、コントラスト強めて露出低くして暗めにしとか、もうできることは全力で何でもやりそう。新聞赤旗日曜版、7月から60円値上げ、990円。用紙代や輸送コストの値上がりで、世論です。もうやめたらさらに売れなくなるのに。党員は買わないと吊るし上げられるんで減りません。あれあれ、庶民の味方みたいな顔しておいて値上げ、こんな時期に値上げなんて庶民のこと考えてるのか。サンプルを勝手に投函するのやめてください。迷惑です。他の者の値上げは騒ぐのに赤旗には党員だんまり。赤旗も政教新聞も信者の高齢化で大変らしいな。もう字が見えないという理由で赤旗辞める高齢党員がちらほらといるみたいなんですよね。もっと字を大きくしてやれよ、1センチぐらいにさ。2022年の時点で日刊赤旗毎日来るやつが20万部、日曜版は80万部だったそうであります。これ日刊毎日来るのは月4000とか高いから、付き合いで、日曜版月4回だけど990円ぐらいならいいかつって付き合いの人が多いってことなんでしょうね。党員約28万人って言ってるから約3割の党員が赤旗取ってない。28万人党員いるはずなのに、日刊赤旗が20万部しか出ていない、らしいであります。地方議員はですね、党員確保のノルマきつくてお願いして党員になってもらってる人も多数。そういう人には買わせらんないですもんね。名前だけ貸してって言ってる人に金出させらんないもんね。20万部は全国紙としては完全に採算割れで毎月2億円の赤字だそうであります。不和御殿の維持費とか市位数をその他幹部貴族の生活費上納するのも大変ですね。それら上納した後が毎月2億円の赤字になってんでしょう。上納した結果が毎月2億円の赤字になってんですよ。してみっと続ければ続けるほど共産党弱りますから、赤旗やめないでもらいたいですね。やめないでもらいたいですね。今日の単身です。東京の人口が史上最多の1417万人に、達しました。江戸幕府初期は15万人、明治政府初期が約100万人、終戦当時の1945年は約350万人、20年後急に増えまして1965年頃、60年ぐらい前、1100万人に急増したそうで、これ、戦後の、ベビーラッシュっていうか団塊の世代急増
なんですかね。そんで1100万に3倍になったな。他の地域からの流入で人口格差拡大、埼玉県ですら人口減少中、大都市以外は廃墟になっちゃうなこれな、東京、名古屋、大阪、博多、仙台、札幌みたいな大都市以外はなんか全然いなくなっちゃうんじゃねえのこれ、心配しておりますけれども、今日30日から東京都内でバニラトラック禁止、バーニラバーニラバーニラ、渋谷に行ったら必ずいたな、都内すべての場所で広告を流しながら走る車が禁止になりました。トラック、バン、乗用車に限らず、新宿、渋谷、池袋を走ってたトラック、今度は千葉駅とか大宮駅とか横浜駅とか周辺を流すようになるんでしょうか。東京来て働いてくれませんか見て、ヤマダ電機、ヒュンダイ車の販売開始、学会とズブズブのヤマダ電機っていうか学会が運営しているようなヤマダ電機なんで驚きは全くないですね、フェラーリやポルシェより売れてないのに整備とかどうすんだろう、壊れても部品は容易に手に入るんだろうか、法則発動でヤマダ電機ね、今夜がヤマダになりそうですね終了してしまうっていうかさ、どうすんだろうね、電気屋が車売って知識とかノウハウとかあんのかな、法則あんまりにも売れなくて見るに見かねてなんすかね、ヤマダ電機助けぶねみたいな、わけわかんないですけど、というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。